ご案内いたします。列車は先ほど発車いたしました網走から途中東釧路まで釧網本線を進んでまいります。大正13年に網走から北浜まで開通し、翌年には斜里まで、さらに昭和4年には札幌まで伸び、当時は網走本線と言われておりました。山と言われております。